はい、こんにちは、カプラスです。ね、こちらね、新しくお迎えしたね、化石牛ですけど、3日間ね、経ちましたけど、まだね、餌食べてないんですよね。なので、今日はね、ちょっと餌買ってきました。はい、アミーゴで買ってきました。ヨーロッパイエコオロギです。こちらね、50匹入って770円ですね。こちらをね、やってみたいと思います。はい、こちらコオロギです。入れます。来るかな。はい、入りました。どうだろうね、今端の方にいます。見つけないか。メキミスがね、ちょっかい出しますね。あ、メキミスの餌になっちゃう、やばい。アロワナ見つけてくれ。来るかな。あ、ちょっとね、メキミスの餌になっちゃいました。もう一匹やります。はい、やります。こっちに行こう。今度はどうかな。お、食べた。食べましたね。食べました。やった、食べてくれましたよ。ちょっと食べてくれればね、一安心かな。ちょっとね、ビクビクしちゃうよね、食べないとね。はい、もう一気ねやってみます。これでね、慣れてくれれば。どうかな。まだちょっとね。お、でも、あ、お、これは食べますね。いい感じです。はい。そしてね。これからね、ちょっと人工飼料とかね、そのように、ね、慣れてくれればいいかなと思いますが、とりあえずね、餌がもらえるよっていうね、雰囲気を作ってあげないとね、多分ダメだと思うので、今回はですね、ヨーロッパイエコオロギ、こちらをね、買ってきました。でも餌はね、欲しくてなんかちょっとね、うろちょろしてる感じなので、とりあえずね、大成功かなと思います。